選抜発祥の地の石踏み JR 東海矢後と球場はかつて愛知県名古屋市小学区にあった野球場。東海旅客鉄道が運営管理を行っていたが1990年限りで閉鎖、撤去された。1922年当時の名古屋市中区広寺町地内に中区末広町で運動用具店を営んでいた。 不合の山本ゴン十郎が私費を投じて、独力で建設した。総面積は約2800坪。当時の収容人員は約2000人。左翼側が狭く、右翼側が広いという変則的なフィールドだったものの、名古屋市内では初の本格的な野球場だった。野球場名は山本の姓から山本球場と命名された。また周辺には山本球場の他にも、 市内の学校や企業が野球場やグラウンドを設けていた。1924年、選抜中等学校野球大会の第1回大会が開催された。これは、当時の大阪毎日新聞社の意向によるもので、中京圏の野球ファンの要望に応えるという目的と、夏の全国中等学校優勝野球大会で、 関西地方の学校の優勝確率が高いことが関西の風土に関係あるのかを確認するという意味合いがあった。全国から代表校発行が山本球場に集い、初代優勝の栄冠は香川県立高松商業学校に輝いた。また、問題の関西勢は3校出場したが合計1勝にとどまっている。しかし、翌年の大会からは、 選抜大会も阪神甲子園球場での開催となり、以後山本球場では、旧正中学野球、高校野球の全国大会本大会が開かれることはなかった。1936年7月に、職業野球、名古屋大会が開催された。7月15日には、東京巨人軍と大阪タイガースが、公式戦初対戦。8から7で、タイガースが勝利した。 しかし観覧設備が狭いすぎたのが災いし、大会5日間で入場した観客はわずか8970人にとどまった。当時阪神の首相だった松木健次郎が、後年その設備の悪さについて、グラウンドは狭い上に地質が悪く、不規則なバウンドが多かった。スタンドもなく、観客はの座を敷いて観戦していたと10回したほどで、 観客動員が望めず収益性も悪かったことから、以後はプロ野球においても使用されることはなくなった。この間、1927年に愛知電気鉄道が愛知軍鳴海町に沿線開発の一環として鳴海球場を完成させたことから、これらアマチュアプロの試合は鳴海球場で開催されるようになった。1947年、 運輸省名古屋鉄道局が山本球場の用地を取得し、同鉄道局の公式野球部の練習場として使用し始め、同時期から所在地を冠して国鉄矢ごと球場と呼ばれるようになった。また、競泳商業高等学校公式野球部が専用グラウンドがない時代、矢ごと球場を借りて練習していた。競泳商業時代の金田正一の投球練習を 国鉄職員の球場を管理人が見て驚き、結成されたばかりのプロ野球球団であった国鉄スワローズの球団幹部に金田のことが報告されて、当時の西垣徳夫監督が金田のスカウトに乗り出すこととなった逸話もある。1987年の国鉄分割民営化の際、名古屋市を中心とする地域は JR 東海に移管。 ヤゴ球場は引き続き JR 東海野球部が練習場として使用した。しかしすでに老朽化、境外化が著しく、また周辺も宅地化し、改修や拡張が行えないことから、JR 東海の練習グラウンドは瀬戸市に移転し、ヤゴ球場は1990年をもって閉鎖、撤去された。跡地には、その後マンションなどが建設されたが、 日本高等学校野球連盟と毎日、新聞社などの協力により、1992年5月16日、かつての本類付近の位置に選抜第1回大会の開催地であることを示すモニュメントを有する、ヤゴト球場メモリアルパークが設けられた。第1回全日本野球選手権、名古屋大会トーナメント戦として、敗者復活戦を含む9試合が開催された。ありがとうございます。